友人に妖魔の手がかりがたくさん書かれた紙を渡されてな。その紙の内容をもとに万文集社の本を確認すると手がかりがわかるようになっているらしい。僕が手がかりを一つずつ読むから、お前にはその判断を任せてもいいだろうか。では始めるぞ。どれどれ。計作さんの下にルリ袋が変化した妖怪がさまよっている。巨大な体で人を食べてしまうようだ。真夜中になると飛雲の丘に鬼の影が現れる。その妖魔は怨念の集合体のようだ。リーウェイ港にはアイスの化身たる大妖怪が潜んでいる。ん？なんだこれは。まあいい、とりあえずこの中から妖魔の可能性が一番高いものを選んでほしい。これはありえるかもしれない。だが先ほどの噂と同じように勘違いなだけで、飛雲の丘を往来する者が見間違えた可能性もある。次はこっちだな。雲来の海の深く、漁船や商船を襲い豪華な宮殿を建てている妖魔がいる。千年の月日により絶雲の間の巨大琥珀に自我が芽生え騒乱を起こしている。万民堂に唐辛子を食い尽くす妖怪が出没するとの目撃情報が多発。あそこは仙人の領地だ。この話が本当なら仙人が放っておくはずがないだろう。まだあるんだ。桐原の近くで仮面をかぶり長槍を持つ怪しい人物を見かけた。彼からは不穏な気配が伝わってくる。水色の髪の胞子を見たことがあるんだが、実は彼妖魔なんだ。お、なんだこれ。あとは霧を操る妖魔がいる。非常に警戒心が強く、最近は命運町、桐原、陽光の浜で奴の痕跡を発見した。おお、それは聞いたことがある。今もずっと追っているんだが、あまりにも用心深くてまだその姿を見たことがないんだ。この感じだと信用できない手がかりか、調査のできない手がかりばかりだな。こんなに集めたというのに役に立つものがないとは。ああ、これら手がかりは行明という友人からもらったものだ。本を読むのが好きでいろんなことを知っている。いつも積極的に協力してくれて、毎回いろんな情報を教えてくれるんだ。純陽の体でなければきっと今頃たくさんの妖魔を退治できていたことだろう。いつかちゃんと礼を言わないとな。だろ？毎回迷惑ばかりかけているのに、あいつは全然嫌味なことを言わないんだ。いつも助けてもらってばかりで、それに話も面白い。一緒にいると実に楽しいんだ。すまない、話がそれてしまったな。それともう一つ別の手がかりが書いてあった。詳しい説明はないが、無謀の丘周辺のようだな。肝試しの噂もあることだし、二つの手がかりが無謀の丘のことを指している。無謀の丘の気候は一年を通して異常で、僕も普段から気をかけている場所だ。きっと何かしらの収穫を得られるはずだろう。ああ、早速行ってみよう。見たところこれといった問題はないな。調査する必要がないくらい普通だ。変わった気候と環境のせいで無謀の丘には数多くの言い伝えがあるが、その多くは根も葉もない噂ばかりで考察のしようがない。だから
この状況についても予想していなかったわけじゃないが、ああ前にも言っただろ、巡洋の体は妖魔を驚かせ追い払ってしまうと。他人から見れば羨ましがられる体質かもしれないが、この体質だけに頼っていてはこれまで修行してきた砲術が無駄になる。だが砲術の鍛錬をやめてしまえば、いつの日かこの巡洋の体にひるまない妖魔と対峙した時、僕はそれを払う術がなくなる。修行だけして実践が未経験だと、どの技が効き、どの技を鍛えるべきかが見えてこない。なのに今まで砲術で妖魔をほふるどころか、妖魔を見たことすらないんだ。つい弱音を吐いてしまった。気にしないでくれ。こういったこと、せっかくここまで来たんだ。手がかりに記されていた2つの場所を調べてみることにしよう。